はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。イースクロニクルズ、前回の続きからやっていきたいと思います。ボス戦のザバを倒したところになりますので、このまま先へ進んでいきます。金付き堂だっけ、今いるところ。弔いの鐘が静かに鳴り響いた。生贄の儀式が始まった。人がいる。鎖につながれてるね。こいつこんなところに閉じ込められてるっていうか、断崖絶壁じゃん。そりゃ逃げらんないよね。あなたまで死んじゃうわ。私を助けようなんて無理よ。早くあなただけでも逃げて。どうしようもないからな。私を助けようなんて無理。じゃあ行くか、さよなら。とりあえず先へ進んでいけばいいのかな。金付き堂って確かなんか長かった割には敵がいなかったんだよね。そんな気がする。敵は出てこないよね。誰もいない。こういう誰もいない中さ、ただ進んでいくだけっていうのが話題がないからね。2つ目の鐘の音が静かに鳴り響いた。5回だっけ。あ、なんかある。絶対取れねえし、こんなの。ダメージを食らうわけではない。一応ファイヤー貯めてやってみよう。無理だね、弾かれる。いや、だいぶ長いわ。お、外に出た。3つ目の鐘の音が静かに鳴り響いた。ここも何もねえし。ついに4つ目の鐘の音が鳴り響いた。ダレス、ここまでたどり着いたか。面白い。立ち会う者としてこの儀式の意味を教えてやろう。このイースにはかつて女神に仕えた六神官の子孫が未だ各地に暮らしている。この儀式は神官の子孫どもを抹殺するための手段なんだ。儀式に耐えかねて先祖の名を盾に正義を振りかざす輩が現れるやもしれん。生贄にされる者自身が子孫ということもあり得るだろう。いずれにせよ魔の支配を脅かす存在はいぶり出して排除しておこうというわけだ。さて、おしゃべりが過ぎたな。こいつ本当によくしゃべるよな。私がすでに鳴らした鐘は4つ、そしてこれが最後の鐘だ。こいつここで鐘鳴らしてたんだ、一人寂しく。弔いの鐘が無慈悲に響き渡る。これ鐘を5回鳴らすと何、どういう効果が現れるの。せいぜい自分の無力さをかみしめるがいい。で戻るのか、めんどくさいな。結界が解けている。超謎なんだけど、夢見の石像、これイースの女神が言ってたやつだよね。これを取ったらまた戻ってきてくださいと。シールドが外れた意味がわからないからな。あとマリアでも見ていきますか。マリアはピクリとも動かない。助けられなかったか、すまん。さよなら。てかこれさ、普通に女神の大きいのところにワープしよう。こっちの方が早い。音楽変わった？今ちょっとなんか違くなかった？夢見の石像を持ってきて、持ってきたのですね。その石像を使えば石にされた人々を元に戻すことができます。石像の額に空洞があるでしょう。そこに黒い真珠をはめたとき、夢見の石像は眠りから目覚め、呪いを解くことができるようになります。黒い真珠を手に入れたらもう一度ここへ来てください。
結局そんな感じかよ。いっぺんに言えや。夢見の石像と黒い指示を手に入れたらまた来てねって言えばいいのに、なんで一回一回ここへ呼び寄せるんだ。こいつは使えねえな。で、その黒い指示なんだ、どこだ。ここで倒す。もうちょっとで、いて、もうちょっとレベル上げたいんだね。ヒットポイントは255にしたいから。で、ちょっとね、あのヒットポイント回復中ではあるんですけど、こいつは来たから倒して、で回復中に、次の場所を調べたらラミアの村ですね。タルフが来てるのでタルフに話しかけましょうと。こんなノーヒントとかマジでわからん。てかタルフどこにいたんだっけ。ここだった気がする。話しかける。あれ、アドル兄ちゃんどうしたの。黒い真珠、黒い真珠ってなんだっけ。あ、オイラが洞窟で助けてもらった時に渡してもらったあの宝石、それならここに。あれ、ここにない。嘘だろ、ポケットに穴が開いてる。あんな小さいものなくしちゃったら見つからないよ。あ、でもこの村に来るまでは確かにあった。神殿前で門番と話している、時にはちゃんとポケットの中にあった。ごめんアドル兄ちゃん、黒い真珠が必要だったんだろう。自分が探すから心配するなとなだめた。本当にごめん。黒い真珠を落としたのはこの村に来てからだから、誰かが拾っててくれるといいんだけど。黒い真珠ってさ、旗から見ればどういう感じなんだろうね。普通の石ころみたいな感じだったら誰も目に留めないけど、真珠だからね。お、なんかいいもん見っけたってなるのかな。黒い真珠。そういえば少し前に黒いマントの男が現れて、そこで小石みたいなのを拾っていった。小石なんだ。もしかしたらあれだったのかも。そういえばあいつどこ行ったんだろう。おかしいな、ちょっと目を離した隙にいなくなっちまった。これあれかな。拾ってさ、やっと拾っちった、マジラッキーってなったのかな。で、なんか魔物たちにはさ、私が黒い真珠を手に入れたみたいなこと言うんだろうね。ちょっと次どこ行くか。よし、じゃあ次は会議室ですね。最初の方に行ったところかな、サルモン神殿の会議がやっと終わったようだな。なんでも魔法使いのダレス様が何か回収したから会議が終了したらしい。これは完全にダレスのあれ、拾ったとかなんとか聞いた。あ、拾ったってちゃんと言ったんだ、みんなに。いや、拾っちゃってさ、ラッキーだったよみたいな。ちょっと会議室まで行きます。じゃあここが会議室ですね。中に入っていきましょう。黒真珠が起きたら、これすげえ、大丈夫これ。え、マジで置いてあるだけ。え、取っていいのこれ。黒い真珠を取り戻した。取り戻したって何。はっ、なんでこんなところに置いてあるの、バカじゃねえの。ダレスとか、なんかこの人たちみんな仕事できない人たちばっかりだな。こんなところに置いておくか普通。で、黒い真珠を取り戻したから、じゃワープして女神の王宮に行きましょう。なんであんなところにほったらかしにしといたんだろう。それこそなんか結界敷いてさ、置いとけばいいのに。夢見の石像の額に黒い真珠が吸い込まれ、それはほのかに輝き出した。さあ、みんなの呪いを解いてあげてください。金月堂の頂上で黒い真珠を得た夢見の像を使えば、石にされた人々も元の姿に戻るはずです。最後の戦いの時が近づいています。各地に散らばっている神官の末裔たちにもこの神殿へ来るよう呼びかけました。もうじき彼らも私たちのいる地下の中枢部へと集まってくるでしょう。あなたも早く私たちのところへ。夢見のじゃなく金月堂ってめちゃくちゃ遠いっていうか時間かかるんだよね。あれ、マリアの亡骸がなくなってる。まあ確かそんなそんなんだったな。
よし、じゃあ金付き堂の頂上に着いたので、これか、夢見の石像、古代の巫女を模したとされる石の巨像、そのうちには大いなる浄化の力を秘めている。装備して使えばいいのかな。アドルが 夢見の石像を天に掲げると、石像の額からまばゆい光が放たれ始めた。お、経験値ゲット、レベルアップ。うん、これはちょっと足りない。で、これで脱走者たちの隠れ家に行きましょう。おお、みんな元気だね。ブハー、空気がうまい。石を掘るのが仕事だが、自分が石になったのは初めてだぜ。助かった、あんたなら何とかしてくれると思ってたよ。え、これ石になってた時って意識あったってことじゃ。魔物に囚われている時に聞いたんだが、魔の根源が存在するイースの中枢部はずっと下、つまり地下水路のさらに下に存在するらしい。金付き堂に監禁された時、外に下界の山々が見えました。もしかするとイースが地上へ降り始めているのかもしれません。助かってありがとう。キースって魔物が言ってたんだけど、我々の他にも石にされた人がいるらしいね。でもきっとその人も元の姿に戻れたんだろうな。気づいたらリディアさんがいなくなっていた。どこ行ったんだろう。こんな魔物だらけのところを女の子一人で出歩くのは危険すぎる。女神をどうか少女をお守りください。キースが来た。てか石化が解けたってよくわかったなこいつ。あ、魔物、いや違う、キースだ。アドル、あいつが金付き堂で俺たちを助けてくれた魔物だ。なんだ、じゃあな、先に行ってるぜ。ウィングだ。これだけあればみんなそれぞれの村までひとっ飛びで戻れるぞ。やった、帰れるんだ。ほんと助かったよ。我々は邪魔にならないよう先に村へ戻っている。アドル、ありがとう。だがリディアのことが気になる。リディアは必ず探し出すとアドルは伝えた。わかった、あんたに任せる。おっと、そういえば魔物に捕まる前にこれを拾った。ラスティーニの廃校の中で。こいつも拾ったのか。これを拾ったのは多分聖域通るって呼ばれている場所だと思う。いつもはそんな場所に入らないんだけど、まるでその場所へ導かれたみたいだった。もしかしたらあんたの役に立つかもしれない。取っといてくれ。金のペンダント、これであれだね、ワープができるようになるね。じゃあな、頼んだぜ。おお、ウィング使ってるみんな。これって本当に飛んでいくのかな。で、あとはここにもう一人いたよね、石にされた人。どこ行ったっけ。なんかこっちから行った方が近そう。もう1レベル上げたい。人々255にしたいんだけど、こいつを全員排除すればいけかな。おい、けそうだな。もう1、2匹、もう1匹、よーし、レベルアップ。で、人々255で、ここがキースがいたとこだよね。まあ、多分今いないと思うけど。で、地下を降りて、敵がいる。いて、結構食らう。で、こっちの、ん、どこだっけ。そうか、こっから来て、ここの区画だった気がするんだけどな。あれ、なんかいけた。セルセタの花、これって完全回復だったっけ。まあいいや。もうちょっと探索をしていきますか。あ、こっちだ、こっち、こっち。あ、いるいるいる、こいつこいつこいつ。君は、そうか、君が石化を解いてくれたんだな。
ありがとう、俺はラミアの村のサダ。恋人のマリアを救うためにこの神殿へ乗り込んだんだが、黒いマントの魔法使いに審査されてしまった。サダにマリアのことを伝えた。なにーく、俺がもっと早く。マリア、君は俺の代わりに頑張ってくれたのか、ありがとう。この剣も必要なくなった。俺が守るべき人はもういないから。これは家に伝わる名剣、家に代々伝わる名剣なんだ。戦う理由をなくした俺が持つより、君の手の中こそがふさわしい。さあ受け取ってくれ。クレリアソード。クレリアソードって誰にでも扱えるんだ。その剣には随分助けられた。おかげで俺の腕前でもここまで来れた。そうだ、俺の家にはこれと同じ材質の素晴らしい鎧もあるんだ。俺が無事だって伝えてくれれば、きっと親父が渡してくれるだろう。お前この後どうするの？ずっとここにいるの？俺は一人でも大丈夫だ。落ち着いたら村に戻るよ。その剣で俺の分も戦ってくれ。戦う理由をなくしてしまった俺の分まで。そうだな、じゃあちょっと先にラミアの村へ戻りましょう。俺はテレポートで戻るぞ。てかみんなウィング持ってくればいいんじゃないかな。そうすればウィングでね、ひとっ飛びで脱走者の人たちみたいに家に帰れるのに。ピンチになったらウィングで帰るっていう。オーアドル、無事で何よりだ。む、それはクレリアソード。ではサダはお前にその剣を託したんだな。ことの次第を話した。そうか、よかった。アドルよ、サダがお前にその剣を託したなら、わしもこの鎧をお前に託そう。ていうか、なんでサダはさ、その剣と鎧一緒に持ってかなかったの？鎧はさすがに重かったのかな。サダが来たら、う、重い、動けんみたいな。クレリアアーマー。その剣と共に伝わるクレリアアーマーだ。もともとその剣と鎧は女神の使わした剣士に渡すため、わしの家系に託された品だ。お前の手の中こそがその剣と鎧にふさわしき場所だとわしは信じておるよ。クレリアシールドも渡してやりたいのだが、イースが天空の箱舟となった700年前に地上に残されてしまったらしい。アドリュー、お前の戦いが勝利で終わることを祈る。わしの力が必要な時はいつも連絡してくれ。別にお前の力はもう必要ない。装備しよう、せっかくだから。クレリアソード。クレリアの刀身を持つ最強の剣、魔力に満ちた刃は青白く輝き、あらゆる防御を無意味にする。かっこいいよ、かっこいいよね。でバトルソードもかっこいいけどね。基本的に剣ってやっぱかっこいいな。クレリアアーマー。絶対の防御力を持つクレリア製の鎧、女神に認められた者だけが身につけることができる。あ、そうか。ってことはあいつ女神に認められてなかったんだな。で、あ、そうか、金のペンダントを手に入れたから、あっちワープしていけばいいのか。じゃあまたちょっと魔物になりますか。セリフが元に戻ってる。結局何往復したんだろうここで。このまま奥ですね。でここで、ちょっと待って間違えた。アイテムの金のペンダント、中心に赤い宝玉が輝く首飾り、神殿内の女神像の前で掲げると光とともに神殿の中枢へと導く。ちょっと一回ここでセーブしとこう。よし、じゃあ行きましょう。地下水路。結局ここへ繋がってきたってことか。どっちへ行けばいいんだ。なんか普通にこっちっぽいな。なんか怪しくね。これなんか怪しくね。まあ、さっきセーブしたから
まあいいとして薬草だけは装備しておこう。でクレリアの指輪これにしとこう。あーすげえボスっぽい、しかもこいつっぽい。ダレス来たか、赤毛の剣士。貴様がこれほどとは正直思わなかったぞ。だが全てはここで終わりだ。このダレス自ら貴様に引導を渡してくれる。女神どもの希望とやらもここでついえるのだ。魔法より生まれし我らから見れば、神官どもが授けた術など辞儀も同然。こいつはね、攻撃だからね、普通に。おー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 おおおお、体当たりをすればいいかな。おお、待って、なんか、あ、ちょっと出ちゃった。そう、これ出ちゃうんだよね。つくづく人間とは理解のできぬ生き物だ。勝ち目のない戦いになぜ幾度も立ち向かうのか。女神に踊らされし勇者よ。哀れなお前の戦いに私が幕を引いてやるぞ。ほら、切ってない。よし、当たった。おお、怖い。出てきて、いて、魔法打って、2回攻撃すると、なんか消えるね。で出てきたところ、いて、これちょっと出てきたところは危険だ。ただ、弾幕はあんまりダメージ食らわない。あれだけ食らってまだ180残ってるからね。で、一回弾幕を回避して攻撃する。あ、これが鉄板だ。速攻タイプだと、まあ、弾幕が出た瞬間に攻撃するのがいいんだろうけど、ちょっとそれは危険。出てきて、弾幕が来て、攻撃、これが一番安定だな。来た、弾幕、いて、ちょ、待って、今は近かった、痛い、近かったから、そのまま攻撃したけど、よいしょと。あれ意外にさ、でもあ、こう近くに来た時だけだな、気をつけなきゃいけないのは。ちょっと待って、一回離れよう。で弾幕が終わったら攻撃する。あれこれモンスター倒せる。えこれで終わり。あと何発くらい、あと1,2,3,4、6発くらいか多分。いて、あと2発じゃ倒せないな。1個使っとこう。ちょっともったいないかもしれないけど、これでほい、あと1発じゃん、もしかして。 OK、 弱っさらばだ。もうレベルアップした。まだレベルアップするか。え、っていうか何もコメントなしあれだけ付きまとってたのにさ、何のコメントもしてくれないんだ。まあ先へ進もう。宝箱がある。シールドの魔法。これで魔法は全部揃ったか。神官ファクトの魔法、精神の力で何者も打ち破れない結界を作る防御魔法。これって装備した瞬間多分あれだよね、減った、それは減っていくタイプだよね。ちょっとやめとこう。もう中枢の方なので、このまま最後までやってっちゃいます。ボスはあともう最終ボスだけなんで。ダレス倒したし、何にもコメントなかったけど、ダレス倒した後。あ、いる。アドル兄ちゃん、こっち。ってか、なんでお前こんなとこに来れんだよ。話しかける。おいらだよ、アドル兄ちゃん。なんでここにいるかって、それは後で話すよ。この先でみんなが待っている。さあ、早く行って。これはあれかね、神官の末裔はみんなワープでここに来たっていう。女神の力によって。マリアちゃん、生きている。あなたがアドルさんだったの。私はマリア。金付き堂で倒れていた私をキースさんがここへ運んでくれたの。私のそばに粉々になった腕輪が落ちていたって彼が教えてくれた。きっとその腕輪が私の身代わりになった。事態は一刻を争います。先を急いでください。
こいつはここで突っ立ってて何してんだろうね。ん、どこだ。あ、ちょっと待って。ああ、なんだ、こっちか。アドル、こっちだ。ドギーみたいな感じだ。話しかけてか、約束を果たして毎回出てくんの。女神はこの先の通路、そこへ進むとゴーとかいる。そこへ行くんだ。いた、話しかける。アドル、やっと来てくれた。ほら、ラミアの村のゴートだよ。おそらく女神はこの奥にいる。でもこの結果どうしたらいいんだ。おや、あっちで何か動かなかったか。なんだろう、まさか魔物か。せっかくここまでたどり着いたのに、畜生、どうしたらいいんだ。先の角を黒い影が走り抜けたようだ。全然見えないけどね。なんか左に変な魔石みたいなのがあるんだけど。先の通路を何者かかけていく。リディア、アドルさん、よかった、無事だったんですね。心配かけてごめんなさい。石化が解けた時、私どうしても早くあなたに会いたくて。でもそれだけじゃなくて、何かをしなくちゃいけない気持ちになったの。そうして気づいたらここにいて、あなたに会えた。ここに来るまで魔物に見つからなかったのも、こうしてアドルさんに会えたのも、きっとこの指輪が導いてくれたおかげ。この指輪はアドルさんを探して水路を歩いていた時、二人連れの女の人に会ってもらったものです。あなたの探している人に会ったらこれを渡してくださいって。きっとこれはアドルさんのためのもの。アドルさん、この指輪をあなたに。女神の指輪、向かわなそう。うわぁ、タイムストップ使っちゃった。話しかける。その指輪の力なら結界を消せるかも。行ってきます。じゃあ装備しますか。女神の指輪、女神が身につけていた指輪、そのうちに秘めた波動により邪悪な力を浄化してしまう。浄化してしまうって何。消せた。これ魔石みたいなのなんだろうね。特になんでもない。ワープできるわけでもなく、壊せるわけでもなく、そういうオブジェクトかな。ちょっと待って、これ行って大丈夫。また大丈夫なはず。宝箱がある。固く閉じられている。おお、女神像。女神は強大な力で呪縛されている。いて、讃えよ魔の偉大さを。祝え魔の時代の到来を。二人の女神は我が力に屈し、女神を支えし六神官も今は亡き。すべての加護を失った人間どもよ、我が前に不正伏せよ。700年前、我はあと一歩というところで、忌々しい二人の女神によって暗き深淵に閉じ込められた。それからの長き日々、しかし怒りに満ちた幾千の昼も、屈辱に満ちた幾万の夜も、終わりを告げる時が来た。今こそ約束の時、魔が人間に代わり世界の全てを支配する時が来たのだ。時は満ちた。同胞よ、眷属よ、我が子らよ、我が声を聞け。人間どもに本当の魔の恐ろしさを教えてやろう。そうはいかねえぜ魔物さんよ。てかこいつの眷属とかみんなぶっ倒したからね。5番、もうイースは地上に降りている。忘れてもらっては困るな。地上はこの鳥羽の末裔でもある盗賊ゴーバンがいることを。アドル、遅くなってすまなかったな。さあこの銀のハーモニカを吹くんだ。その音色で女神の呪縛は破れる。こんなとこオーバースローで投げるか。下投げでいいだろう。あ、吹けってか。銀のハーモニカ、レアの持っていたハーモニカ、その精烈な調べは邪悪な魔力をも退ける力を持つ。おい、てかアドルハーモニカ吹けるんだ。いきなりハーモニカ渡されても吹けないっしょ。俺だったら吹けないよ。だってハーモニカの吹き方なんてそもそもわかんねえし。
レア、アドルさん、よくここまで来てくれました。私はイースの女神レアです。かつて私たちが魔を封じたとき、クレリアという金属も地中深くに沈みました。魔と魔法により生まれし、クレリアは危険をはらむ関係にあってたからです。数百年の時が流れ、クレリアは銀という名で掘り出されてしまいました。そのために魔の力は増し、ダルクファクトによる封印の解除を許してしまったのです。もはや私たちだけでは力を増した魔の封印は行えません。この窮地を救うには剣士としてあなたの力を借りるより他にない。どうか黒真珠を、最後の戦いには私の指輪を使ってください。それには魔の力を弱める効力があります。あ、レアの指輪なんだ。フィーナの指輪ではなく。アドルさん、どんなに会いたかったことか。私です、フィーナです。これまで女神であることを黙っていてごめんなさい。魔物を封じても、封じるのが魔物だけではいつの日か必ず復活してしまいます。魔法そのものをこの世からなくさない限り本当の平和は訪れません。魔法の力の源、巨大な黒真珠がこの扉の奥にあります。それが魔の正体。さあ、その剣にイースを結集した力を与えましょう。なんか邪悪じゃねこれ邪悪な力が宿ったんだけど。よし、回復した。しかもレベル上がった。あれ、まだレベル上がんの。最後の戦いだ。全てはお前にかかっている。気を抜くんじゃないぞ。こいつなんか盾持ってる。アドルさん、久しぶりですね。私です、ルタジェンマです。クレリアシードを持ってきました。魔との決戦にはやっぱりこれがないとね。そうだね。クレリアシールド預かったかよ。もらったんじゃねえのかよ。さあ、魔と人間の最後の戦いです。平和はすぐそこです。結局は俺にやらせんだろう。クレリアシールド、美しい文様を持つクレリアの盾、使用者に対して女神の加護と絶大な防御力を与えてくれる。ほい。で、これ装備するでしょ。だとアイテムはセルセタでいこう。で、ちょっと待って、これが出ちゃった。一回セーブして、先へ進んでいきます。魔法はシールド魔法を使いたいんだけどね。シールド魔法を使っている間はマジックパワーが減ってしまうから、ここにたどり着いたら装備しよう。これ押してくぜ。俺も邪悪だな。我が名はダーム。魔法の力の根源にして魔の根源。真にイースを創造せしは我が力。真にイースを支えしは我が力。愚かなる人間よ、絶望の果てに我が糧となれ。これ普通に、おお、すげえすげえけど、とりあえず攻撃しときゃよくね。あ、やばい、これ当たらない。食らうとさらにマジックパワーが減るんだな。まあ、強引っていう手もあるけど、あれ、なんか当たった。でもマジックパワーがつけるまではある程度強引に行ってもいいんじゃないか。外に行ったらさすがにちょっと一回内側におびき寄せて。あ、これすげえ、食らってる間すげえ減るわやっぱり。おーおー、いっていっていって、マジックパワーがなくなったらもうどうする、使っちゃう。いや、ヒットポイントがなくなりそうな時にあれを使おう。それまでは頑張る。ちょ、外にいるのはずるいよ。多分またこの繰り返し。でもまだヒットポイント半分も減ってないな、向こうね。いや、これはちょっと危険。シールド魔法がなくなったから落ち着いていこう。あれがちょっと残るね、あの光線みたいなのが。あれ、これなんだ、防御形態があるのか。その正面は剣を持ってるから、横からとか後ろからとか攻撃した方が、あ、じゃあこれが防御か。でも一回セルセタって全回復するよね。一回もセルセタ使ったことないけど、50くらいになったら回復するか。このレーザー光線がね、ちょっと
待て、うん、なんだ、新形態になったな。新形態になったから使うか、じゃあセルセタを。なんだ、え、結局そういうこと。いいや、使おう。あ、当たってなくね。待って、あ、当たった。ほいほい、いけるだけいく。いや、これちょっと食らいすぎんな。真ん中はずるいって。だから当たるね。いや、すげえ減るわ。すげえ減ってマジックパーがね。落ち着いていこう。よし、来た。あ、来てねえし。おお、超レーザー。だが、ここは、いやー、やばい、なくなった。やばい。いや、ここまで来て、ここまで来て、もう一回、いってー、あれ食らうとすげえ減る。やばい、これはもう無理だな。いてー、死んだー。よーし、倒したー。きつかったね。てかレベルまだ普通に上がるんだね。レベル上げればもっと簡単に倒せたってことかな。これはあれだ、きっと魔法の力が失われたから自分のマジックパワーもなくなっていくっていう、そういう表現だね。いや、結構時間かかったね。そこには喜びの表情に満ちた顔があった。フィーナとレアが6人の神官の子孫たちが、そしてリリアがアドルを待っていた。アドル兄ちゃん、とうとうやったね。実はオイラも六神官の子孫だったらしいんだ。オイラのご先祖は大地のハダル様だったんだって。なんか照れるね。兄ちゃんが戦ってる時、オイラ一生懸命祈ったよ。黒真珠がこの世からなくなるようにってさ。そしたら何かが砕ける音が響いて気持ちがスーッと楽になった。これで元通りになった。誰も魔物に殺されたりしない世界に戻ったんだよね。あれ、嬉しいはずなのになんだか泣けてきちゃった。タルフ君、泣いちゃダメよ。私まで涙が出てきちゃったじゃない。私の名前はマリア・メサ。時の神官メサの血を引き継ぐ者。魔物が生贄を捧げていたのは私たち子孫を探すため。ダームは女神様の行動を知ってそれを恐れた。私が生贄の儀式で死ななかったのは、神官の腕輪が私の身代わりになって助けてくれたから。この平和は多くの大切な命が犠牲になって築かれたもの。私は村のみんなと鐘つき堂に慰霊碑を建てるつもり。アドビー、やったな。俺の名はダビー。一応光のダビー様の血筋らしいな。君が来ることを夢の中で女神様に教えられて、ラミアの村で初めて会った時、俺にはもう分かっていた。君が平和を導く指導者なんだってことが。なんていうか、とても長い呪いからイースが解放されたようで本当に清々しい気分。悪いな、興奮してなんだか取り留めのない話になってしまった。とにかく俺は村のみんなに早く会いたいな。魔物がいなくなり、また神殿に入れるようになって、レグジーもきっと元気になる。アドル、俺だ、キースだ。人間の姿に戻ったから分からなかったか。魔法がこの世からなくなったから、呪いが消えて人間の姿に戻ることができた。バーンドブレスの老犬でもうダメだと思った時、いろんな思い出が俺の頭を駆け巡った。そしたら妹のマールが魔物に殺された時のことを思い出した。あの半年前の夕暮れにマールが言った言葉を今でも覚えている。血と夕日に赤く染まりながら、マールはこう言い残し死んでいった。魔物はかわいそうだねって。あの時はマールの言ってる意味がよくわからなかった。妹を失った悲しみと怒りで、あいつの言葉を理解しようとしなかった。けど魔物としての時間を過ごしてきた今ならわかる。
バーンドブレスで黒い真珠を手にしたあの時、魔物だった俺はとてつもない黒い感情に飲み込まれそうになった。魔物はいつでも底知れぬ悪の感情に支配されている。壊すばかりで作り出す喜びを持たない、望まれず誕生した生命。あいつが言いたかったかわいそうっていうのは多分そういう意味なんだろう。すまない、こんな時に話すべきことじゃないな。今はみんなで平和を喜ぶ時だ。あと改めて礼をしてくれ。ありがとう。アドルさんやりましたね。あの時ダームの塔の前で見ていましたよ。光に包まれて天に昇っていくアドルさんを。この勝利を収めたことによってエステリアには大きな変化があるでしょう。魔物に怯えず何者にも頼らず、人間は自らの足で歩んでいくことになります。自らの手でこの国を直し、本当の意味で自分たちの世界を築いていくことでしょう。その権利を魔物から人間に取り戻してくれたのは他でもないあなたです。アドルさん、このエステリアであなたが成した行いこそ真の勇者にふさわしい行動です。ぜひこのエステリアに残ってください。この魔物にやらされた国を復興するにはあなたのその勇気が必要なんです。アドル、やったな。俺もここへ来る前に不思議な夢を見た。全く驚いたぜ。夢の中に女神様が出てきて、イースが地上へ降りるからサルモンの神殿へ来てくれって言うんだからな。目を覚まし空を見上げるとイースがすぐそこまで降りてるじゃねえか。急ぎに急いで危機一髪、決戦に間に合ったぜ。なあアドル、イースを空に浮かべてたのも魔法の力なら、魔物が生まれた原因も魔法なんだろ。魔法ってのは不思議なもんだな。俺たちの生活をより豊かにするために生み出されたものなのに、いつの間にか逆にその力に支配されていた。自分たちのために生み出した力で自らを滅ぼしてしまうなんて、もしそうなったら本当に悔やんでも悔やみきれない。アドル、そうならなかったのはみんなお前のおかげだ。ありがとう。何はともあれ平和が戻った。今はそれを祝おうじゃないか。そうそう、ドキがお前に相手がってたぜ。ああアドルさん、本当に無事でよかった。アドルさんが最後の戦いに向かった時はもう胸が張り裂けそうでした。こうして生きて帰ってきてくれただけで、私は言いたいことがあるならこの際言っちまったらどうだ。交番とかさ、来たばっかなのに偉そうだなこいつ。700年にわたって天空と地上に分かれていた人間が再び一つになる時が来ました。未だかつてこんな素晴らしい日はなかったでしょう。これからは女神も神官も必要ありません。一人一人が自分を信じて生きていく時代がやってきたのです。私たち二人はこのように魔法が蘇らないように、平和がいつまでも続くように世界を見守っていくつもりです。アドルさんのことは決して忘れません。本当にありがとうございました。さあ私たちはそろそろ行きましょう。そうだな、マリアの言う通りだ。アドル、俺たちは先に行ってるぞ。ゴーバンさ、さっきさリディア焚きつけておいてさ、何なんだこいつは。でも実際さ、フィーナと過ごした時もそんな長くないよね。あまりに胸がいっぱいで何を話したらいいのか。地上の神殿であなたに助けられた後、短い時間だったけれどジェバさんの家で過ごした日々の中で、なんだか全てが分かったような気がしたの。自分の知らない世界に素晴らしい人たちが暮らしてるってこと、この世界には女神も神官も必要ないこと、そして私たちのイースはもう過去の国だってことが。楽しい思い出はたくさんあるけど、何よりあなたに出会えたことが一番嬉しかった。本当に心からそう思う。あなたとは女神としてではなく、フィーナという一人の女の子として話すことができた気がする。レアが待っている。そろそろ行かなくては。時々でいいから思い出してください、私のような女の子がいたってことを。いやこいつは年取んないの。700年前からなんちゃらかんちゃらって言ってるけど、お別れです。
フィーナ、一人取り残されてしまった。あれ、なんでいるの？さっきのシーンってこと？こいつらラブラブしやがって、マジで許せん。チみたいな顔こいつ
はい、じゃあこれで終わりかな。というわけでイースクロニクルズ、無事最後までやりきることができました。まあ、本当はねもうちょっとこまめに、出したかったんですけれども、なんか週最後はね週1くらいのペースになってしまいましたけれども、最後までご視聴いただきありがとうございました。イースシリーズはねちょっと他にも、やっていきたいと思いますので、まあ、もしよければ、その際は見に来てください。では本当にありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。